キングジョーキッチン。バン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 。はい、こんにちは、キングジョーブラックでございますけども、皆さんお元気でしょうか。暑いですね。暑い時はやっぱり暑い、この素熱、体の中のこの素熱を逃がすような食べ物が食べたくなる。まあもちろんタコスですね。タコスではあるんですけども、今回はタコスじゃないものをちょっと紹介したくて今動画を撮っております。今日はですね、とっても今の夏の取れるお野菜を美味しくいただく方法を、もうほんとシンプルで簡単なこの料理、まあ紹介していきたいと思います。ということで、皆さん準備はいいですかということで、じゃあ今日の具材はこちら、ダダン、ズッキーニ。これでかいでしょで普通ね、ズッキーニっていうのは大体こんぐらいなんですよ。だけど僕の、まあ、あの農園で取れるのはこれぐらいのサイズが結構やったら取れまして、私の腕より太いんじゃないですか。腕より太いですよ、これ見てください。すごいですよ、これ足ぐらいありますよ。青ちゃんの足ぐらいあるんだよ、これ。ほら、そんな細くないな、足はないか。このズッキーニを使って夏の美味しいおつまみにも、そしておかずにもなる料理を紹介していきたいと思います。ということで、じゃあどれにしようかな。じゃあこっち行ってみようか。このズッキーニを使っていきます。では今日ね、ズッキーニのステーキを作っていきたいと思います。ズッキーニステーキーですね。タコスじゃないですね。でもこれが本当美味しいんです。この前ね、お店でねお出しした時めっちゃ喜ばれました。女性が本当に反応してくれた。それすごい嬉しいです。このでっかいズッキーニじゃないとステーキって言えないかもしれないね。ただズッキーニを炒めるだけじゃなくて、これぐらい大きいもので食感も大切なんで、ちょっとこのサイズになりますけども、まあなかなか手に入らないんですけども、まあ、普通のサイズズッキーニでも全然同じようなことができると思います。でも今日は使うのはこれ、ズッキーニ、行ってみたいと思います。ということで、ザン、はい、これをカットしますね。もう大胆にいきます。ブンブンですよ。大体ステーキってどれぐらいですかね。やっぱ15センチ、20センチぐらいあるね。でこんぐらいでいきたいと思います。ズドン、落としますね。落としました。で今日は本当大胆に、大胆ですよ。はい、いきますよ。いいですか、こんな感じですね。で、ズズズズズ、こういう感じですね。ほら、うわ、でさらにズズズズズズドン、はい、できました。これぐらいの厚いステーキ、どうですか。これを焼いていきます。2センチくらいあるんじゃないですか。そうだね、2センチぐらい、うん、そうだね、こんぐらいです。いきますね。まあ、ちょっとね、火が通りにくかったら困るので、ちょっとだけ切れ目をね、入れていきますね。斜めぐらい、おしゃれいいですか。はい、できました。で、ここに必要なのがバターでございます。でバターも、乳製品のバターじゃなくて、これはオリーブオイルのバターなんですね。オリーブオイル、だから 100% オリーブオイルなんですけど、バターのようなスプレード、ペーストですねになっております。ということで、これを鉄板に引きます。カメさん、アップでお願いします。この焼けるところ、はい、バターいい感じにね温めます。はい、はい、で簡単です。これを乗せる。はい、これバターでね焼いていきますよ。ちょっと裏返して、まだ早い、よし。焼くときはですね、カバーがあると便利です。カバーちょっとしばしのお別れでございます。ということで、ですね、まあ焼酎見舞いを申し上げいたしますよ。こちら北海道で、だいぶね本州よりは過ごしやすいかなと思うんですけど、今ね本州も梅雨明けてすごい暑いからね、なんで皆さん体、夏バテには気をつけてくださいね。あと熱中症ですね、
これは本当に今深刻です。なんでこの夏野菜を使ってですね、まあ結構もうお肉やだな、なんかこう重たいのちょっと食欲ないなっていう方にもこれおすすめなんで、これ本当ね簡単だし、ズッキーニって結構意外にね何に使ったらいいか分かんないんですけども、でもねこうすると本当に簡単だし美味しいっていう、まあ、今回のねズッキーニステーキでございますけど、ちょっとねやっぱりこう厚さがあるんで、うん、まあ片面2分片面3分、こんぐらいの間隔で時間の間隔でね焼いていけたらなと思います。まあ、火が通ったらもうバッチリなんですけどね。はい、はじめちょろちょろ中パッパ、はい、覗いてはいけないんだけども覗きたくなる、ここを押さえるんですね。ここを押さえる、押さえるんかーい。そう、押さえます。覗きたいでしょ。覗きたい。でもね、まあ、もうちょっとかかりますね。はい、まあ、なんかちょっとチワ話でもしましょうか。ズッキーニね、こうズッキーニの話ですけどもね、もう形が超ね、いいでしょう、ね、めっちゃ綺麗ですね、今年。これは今年すごいいいんですよ、ズッキーニも。ここちょっと細いですけど、黄色いズッキーニも味も何も変わりませんが、まあ、でかさはこれはちょっと異常ですわね。でも考えたんですよ、これだったらなんかね、ラタティーユとかね、うん、この前作ったりしたんですけども、まあそういう食べ方も全然いいんだけど、このでかいのどうしようかなみたいな思った時にステーキって思ったんですね。ズッキーニのステーキね。でこんぐらいの太さで売ってるかどうかわかんないですけど、たまに道の駅とか、まあ、農家さんが近くにあるような道の駅とか、まあ、野菜をいろいろな農家さんから直接仕入れてるようなオーガニックなお店とかに僕は見たことあります、こんぐらいのサイズでも。すごい安いです。これだけで、まあ、200円とかそんぐらいで、150円とかそんぐらいで買える時がありますね。ね、まあ、大根ではなく、まや人参でもなく、ズッキーニでございますね。これが、まあ、何キロぐらい、1キロぐらいの、ね、結構重たいですね。ズッキーニでございます。で今日は本当シンプルにステーキです。開けてみます。わあ、はい、これね、線入れたところがね、ほら、いいよ。これです、これです。で塩をねまぶしていきます。僕岩塩使いますね。普通の塩よりは絶対岩塩を選んだ方がいいと思います。これだけで全然味が 78% 違います。はい、火入れていきますね。はい、バターと塩、これだけですね。あとここからまた3分いったんで2分ね、またお話ししたいなと思うんですけども、その大したねズッキーニにまつわるお話はないんですけども、うん、まあなんかね、去年はズッキーニ作ってなかったんですよ。で今年はちょっとタコスにも使えると思ってズッキーニの株を3株、まあ、植えたんですけど、まあもうなりがすごく良くて、本当次から次へとなりますね。あとズッキーニの花を野菜フリットみたいな感じでね、うちでも使ったりとかするんですけども、今度やってみたいのはその花になんかクリーミーなものを房の中に、花のね中に入れて、まあ、なんか揚げたりとかしてやってみたいなってちょっと思ってるんですけどね、うん、まあ、花も食べれる、うん、でズッキーニはすごくまあ、子供とか食感がすごく好きだと思います。なんていうかこうそんなに癖のある味じゃないし、まあ、食べてさっぱりだし、あと食感がまあ、焼いたり、まあ、煮るっていうか揚げるのも素揚げとかも超美味しいです。でよくスープカレーとかにもズッキーニ入ったりとかしますね。まあ、ズッキーニ結構まだまだねいろんな食べ方があるんじゃないかなと思いますね。ちょっとね前回ねピクルスにもしてみたんだけどね、これズッキーニのピクルスなんだけども、ちょっと見てもらっていい？これ色がねリンゴ酢でつけちゃったんでこういう色してますけど、もうこれそのままズッキーニのピクルスですね。うん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 、食べる？どう？ちょっと酸っぱいね。うんうん、
こういうのもいけますね。ピクルス余ったらピクルスな感じですかね。食感めっちゃいいですよね。食感がね、なんかね、ナスとも全然違うし、うん、また、まあ、大根とも違うし、きゅうりとも違う。きゅうりだとちょっとみずみずしいんだけど、うん、うん、ちょ原型がね、こう分かんなくなっちゃうんだけど、ふやふやになっちゃったりとか。ズッキーニは結構割と食感がコリコリしてる、うん、これめっちゃ好きです。これ好き、ね、さっぱりしてるし、うん、こんなこともね、うん、できる。そろそろいいんじゃないかなと思います、うん、ということで覗き見。はい、いい色だわー、ね、ほら、うわ、バッチリでございます。これで完成でございます。じゃあね、ちょっと盛り付けしていきますね。でまあ、僕の場合はこういう鉄板があるので、この状態で、あ、ごめん、ごめん、このままね、パクッと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 、こういう感じね。はい、ありがとう。はい、できました。はい、できました。これがズッキーニのステーキでございます。できました。いいですか？はい。まあ、お好みでね、胡椒とか振ってあげてもいいと思いますね。ちょっと振りましょうかね。はい、ね、振ります。はい、じゃあ実食してみましょう。ということで、まずはコットの状態で。あおちゃん、行ってみましょう。熱そう。どれか好きなの行ってください。はい、熱いからね。あそこ下もだよ。あ、OK、そこに置いてるね。そこの、はいはい、じゃあ端っこ行っちゃう。あ、結構大きかった。うん、端っこ大きい、めっちゃ大丈夫、熱いよ、めっちゃ熱いからね。食レポとかいらないからね、うん、熱いから絶対味熱いよ。うん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 、うん、おいしい、おいしい、うん、ホクホクだね。めっちゃ好きなんですよ、ズッキーニ。ズッキーニ大好き。はあ、はあ、これチーズかけてもめっちゃおいしいと思います。チーズかけてもね、うん、てかよく家でチーズかけて食べるんですよね、うん、うん、チーズはね、こうやって何でも乗せちゃうとおいしくなるよね。熱い、熱い、 OKOK、 うん、めっちゃおいしい、おいしいね、めっちゃうまい、うん。ってことで、まあもう素晴らしい、ね、僕が実食するまでもないんですけども、一応言っときましょうかね、うん、はい、じゃいただきます。ってことで、これ見てください、この厚みね、この湯気もいいですか。これが美味しいな、これ冷えても美味しいです、本当マジで。いただきます。うん、うん、うん、やっぱね、岩塩、あとバター、うん、うん、このシンプルな組み合わせで、これは本当ビールのつまみとかね、ワインにも合いますし、本当子供はこれ喜びます。めっちゃ食べやすくてご飯のおかずになりますね。ということで、今日はズッキーニステーキでした。ちょっとタコスは違うけど、おすすめの、一品料理でしたね。この動画がいいなと思ったら、もちろんグッドボタン、そしてナイフチャンネル登録、目指せ1万人キャンペーンやっております。コメントもね、ありがたく読まさせていただいております。ということで、この動画でまたお会いしましょう。キングジョーブラックでした。どうもありがとう。ボンボン、キングジョーキッチン。